ねんねママねんねママ寝かしつけならねんねママこんにちは、ねんねママです。今回はモンテッソーリ教育の視点で子どもに大切なお仕事について専門の先生もお招きしながらお話伺っていきたいと思います。寝かしつけ専門学校ねんねママチャンネル、チャンネル登録してね。ねんねに困ったら寝かしつけ強化クラス概要欄からチェックしてね。モンテッソーリ教師でモンテッソーリ教室小さな椅子代表の岡山亜美先生です。よろしくお願いします。岡山先生こんにちは。こんにちは。お願いします。簡単に自己紹介いただいてもいいですか？はい、横浜妙蓮寺駅というあの駅の徒歩1分の場所にモンテッソーリ幼児教室を運営しています、岡山とも申します。よろしくお願いします。お願いします。あの岡山先生はですね、最近あの本を出されまして、こちらの本ですね、5歳までの魔法のお仕事ということ でモンテッソーリ教育の本を出されたというところなんですけれども、今日はねぜひこの内容に触れて、いろいろ子どものお仕事について、お伺いをしていきたいと思っております。でいきなり、まあ、早速なんですけど、あの子どものお仕事って普通聞き慣れない言葉だと思うんですよね、うん、あのモンテッソーリの中では結構言われる言葉かもしれないんですけど、子供に仕事って何って普通思うと思うんですけど、ここを一旦教えていただいてもいいですか？はい、お仕事っていうのはあのモンテッソーリ教育での、活動のことを言います。子どもが、する活動を仕事というふうに呼びます。仕事っていうと、まあ、私たちはあの、まあ大人がやってる仕事を思い浮かべるかもしれないんですけれども、実は子どもにもあの仕事というものがあって、でそれはどういうものかというと、あの大人のように意欲とかやりがいを持って取り組み、そしてそのことを通して大きく成長できる活動のことを言うんですね。で、まあ、といっても特別なことではなくって、具体的に言うと、植物に水やりをしたりとか配膳をしたりとか洗濯をしたり、ほうきで吐いたり、私たちが普段当たり前にやってるようなことを、まあ、子供にやってもらう、それが子どものお仕事になるんです。なるほど。っていうことは、まあ、こちらが与えるっていう感じですよね。お子さんが自発的にやるのか、こちらがお仕事をお願いするっていう感じなんですかね。そうですね。あの子どもがやりたいってきっとね、あの子育てしていると皆さんも経験があると思うんですけれども、子どもはやりたがりなので、何でもやりたいって大人の真似をしてやりたがることもお仕事になりますし、またこっちがこれやってもらいたいなって思うことを、まあ、紹介してやってもらうのもお仕事になります。なるほど。じゃあ例えば植物の水やりを促したいと思ったら、なんか乾いてるねみたいなこと言ってあげればいいって感じなんですかね。気づかせるように誘導してあげるっていうことですか？そうです。あの水乾いてるから飲みたいかもしれないねっていうふうに言ってあげてもいいし、またあのお水あげようねって言って、あのやり方を見せてあげて、やってみるって誘ってみてもいいと思います。なるほどなるほど。なんかこう確かに私たちにとっては仕事っていうよりは、まあ、生活に近いね、こうもう仕事っていうと こういう仕事とかね、あのこういう仕事とかを想像しますけれども、どちらかというとこう日常生活に近いことが子どもにとってのお仕事になっていくっていうことの理解でいいですか？はい、そうですそうです。あの、まあ、大人はやらなきゃいけないこととかやって当たり前のことですけれども、子どもはその中でたくさん成長することができるんです。なるほど。それってでも遊び、いわゆる子どもって仕事お仕事というかよりはこうおもちゃで遊ぶとかっていう方がイメージとしては近いと思うんですけど、その遊びっていうのとお仕事っていうのは何か違いがあるものなんですか？そうですね、遊びは子どもにとって欠かせない大事なもので、中からまあいろんなことを学んでいくんですけれども、遊びと一言で言っても、あの子どもの遊びへの関わり方とか、それから遊びの内容とか、その時の集中とか、そういったものはあのその時々によって変わってくると思うんですよね。で一方あのお仕事っていうのは子どもの、発達するために本能的に求めていることなんですね。モンテッソーリ教育では敏感期っていう考え方があって、でこの
敏感期はある特定の能力が最も発達する時期のことを言います。でその時期は力を伸ばすためにすごくこう集中する子供が、でその日常生活のさまざまな活動の中で子どもが敏感期にあったものを、活動したり集中したり、していくということで、まあ、お仕事と遊びどちらも大事なんですけれども、発達的なこう欲求にが満たされるのはお仕事の方にあるんじゃないかなと思います。なるほどなるほど。でおもちゃでももちろんすごい集中して遊んでるとかだったら全然それもね手指を発達させたいとかっていうことのつながってるかもしれないから、それでももちろんいい部分はあるんだけれども、またその年齢とか月齢発達度合いに合わせて最適な、まあ、この本にもね書かれてますけど、何歳だったらこういうのがおすすめだよみたいな書かれてましたけれども、実際このぐらいの月齢だったらこういうお仕事をさせてあげるのが発達の欲求度合いに合ってるよっていう意味でお仕事がいいっていう感じに捉えてていいですかね。そうです、そうです、うん、まさになんか私自身もモンテッソーリ教育を、まあ、学んでるところなんですけれども、モンテを学んですごく良かったなって思ったのが、その敏感期っていうことだったりとか、発達欲求で子供は動くっていうことが知れたっていうことで、それを知っていると例えば子供がなんかいたずらしてるみたいに見えるようなこと、なんでそんなことずっとやってるのみたいな、赤ちゃんだったらティッシュ引っ張り出しちゃったりとかっていうのが代表的だと思いますし、まあ、今の、うちの子4歳なんですけど、なんかひたすらな謎の絵を描いてたりとか、なんかそういうのをやってたりすると、なんでそんなことずっとやってんのって思って思わず口出したくなる瞬間ってあるんですけど、あ、違う、これは多分文字の練習をしてるんだとか、文字が描きたくて仕方なくてこう指先でどうやってペンを運ぶのかっていう練習をきっとしてるんだなとかっていう、今敏感期なんだなとかって思えるようになったことによって、いちいち何もうしつこいなうるさいなとか思うこととかがなくなったっていうのが、本当に自分の子育てにも生きててよかった、勉強してよかったなって思うことなんですよね。実際なんかそういう、まあ、なんかこう敏感期とかっていうのって一見したらんってなんかしつこいなって思っちゃったりするようなことってありますかね。そうですね、やっぱり敏感期の時は子供はそのことにすごく執着するので、まあ、ドアの開け閉めとかもそうですけれども、大人からするとやめてって言ってもやめてくれないと、まあ、イライラしますよね。頑固なのかなとか、言うこと聞いてくれないとか、上からしつこいとかやっぱり思ってしまうんですけれども、それは敏感期によるものだってことが分かるだけでイライラも減りますよね。なるほど。いや本当になんかもう一個例で言うと、フードコートとかで見かける光景なんですけど、お母さんが、ジュースをなんかジュースかなんか紙パックの飲み物を子供に飲ませるときに、ストロー出すよ出すよ、いいね、ママこれ伸ばしていい伸ばしていいの、刺すよ刺していいのってやるじゃないですか。これ多分子供いない人にとっては何をやってるんだあの親はって感じの光景だと思うんですけど、それやっちゃうともう戻れなくてキャーってなっちゃうから、こう一段階一段階聞くじゃないですか。それもやっぱりこう刺したいみたいな欲求なんですかね。そうですね、目と手を使って細かいところに自分で刺したいっていう、こう運動的な欲求もありますし、また大人がやってることを自分一人の力でやりたいっていう気持ちもすごくあるので、やっぱり手にやられると怒りますよね。なるほどね。そこでこうできたっていう達成感を味わいたいってことですよね。僕今いるじゃんみたいな風に積み重ねていくことで自信になったりとか、だからやりたいがやられると嫌だっていうことにつながっちゃうっていうことなんですね。そうです。でもそれを知ってるだけで、多分もうこれを知ったお母さんお父さんもうイラーみたいなことをちょっとでも下げることができるかなと思うので、本当これ知っておくのね、私も自分自身大事だなって思ったので、ぜひイラッとした時、あ、そういうタイミングか、発達欲求かって思っていただくのね、すごいおすすめです。はい、そして私もう一個ちょっとお伺いしたいことがあったんですけれども、著書の中でですね、これ実際タイトルでも5歳までの魔法のお仕事っていうタイトルに書かれていて、これ本編の中ちょっとお見せできないんですけど、本編の中でも5歳までに人生が決まるみたいな記載があったりとかして、5歳までに人生が決まるっていうのはどういうことなんでしょうか。そうですよね、一瞬ねドキッとしますよ。
なのっていう、こうでびっくりされると思うんですけども、まあ、この根拠いろいろね、5歳までっていうのは皆さんも見かけたことがあるかもしれないんですけれども、まあ、その根拠 の一つとしてこの中にも一つ書かれてるんですけれども、幼児教育のまあ有名な研究でジェームズ・ヘックマン教授 の研究をこの本では例に挙げています。まあ、それのその、ね、研究によると、5歳までにどのような環境で育ったかによって、まあ、将来の学校卒業率とか持ち家率とか所得もとか、まあ、そういったことにまで影響していたよっていう、こう一つの、ね、研究を例に挙げています。他にもこの研究以外にもね、幼児期が大事っていうことはよく言われていると思うんですけれども、やっぱり脳の発達がね、著しくこう大きな発達を遂げる時期っていうのが一つ大きな理由にあると思います。まあ、人は一生かけてこう成長していきますし、もちろん変化もしていくので、まあ、5歳までで全てが決まっちゃうよっていうわけではないんですけれども、とても大事な時期であるよっていう一つ の例ではありますね。なるほどなるほど。じゃあ、例えばこのチャンネル見てらっしゃる方は、0歳1歳の方とかが結構多くいらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方々に何かこういうふうにしていったらいいよみたいなアドバイスをちょっといただくとしたら、どんなふうなことを日常生活の中で意識するのがおすすめですか？そうですね、先ほどのキーワードだった敏感期っていうのがあったと思うんですけれども、子どもはその敏感期っていうのがこうプログラムされていて、自分で分かっているんですね。もちろん無意識ですけれども、子どもが何か執着したりやりたがっていることにはだいたい意味があったり、その敏感期だったりするんですね。なのでおすすめとしては、子どもをよく観察して、今子どもがやりたがっていることって何だろうとか、そういえばこの動作よくやってるなとか、そういったことが見て分かってくると思うので、その時に例えば一生懸命やっていたら、その集中を妨げないように見守る、話しかけないとか、まあ、許せる、こう見守ってあげられることだったらそのまま見守ってあげるっていうのがおすすめですね。なるほど。ついついね、ついついやっちゃうんですよね。なんかおっと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 みたいな、もう私たち未来が見えちゃうので、それやったらもう次の瞬間にはもうそれこぼれるなみたいな、ね、あ転ぶなみたいな未来見えるじゃないですか。そうするとあっちょ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 ってやりがちなんですけど、そこをなるべくできるだけ見守ってあげるっていうのが大事っていうことですかね。そうですそうです。まあ、中にはね、そのまま言ってるとこぼしちゃうとか落としちゃうっていうのやっぱりあると思うんですけれども、そんなに大ごとにならないようなことであれば、落として結果をね、体験させてあげるっていうのも一つの学びだと思います。結果を体験させるね。確かにね、落としたことがなかったら、例えば卵を運んで落としたことがなかったら、卵を落としたらどうなるんだろうって分かんないですもんね。そうですよね。でそれを一回落として見たことがあるから、落としたらあらこんな大変なことになっちゃって片付けるのも大変だったわっていう経験があるから、私たちは落とさないようにしないとって思うわけですもんね。確かに、そういうのを体験させてあげるっていうのもすごい大事なんだなって思えると、なんか牛乳こぼしちゃったとか卵割っちゃったとかっていう時、オラーってなりがちですけど、あいい体験したねって言ってあげられるような気がします。そうですね、大きな学びですよね、それもね。そうですね、そう考えるとなんかちょっと楽になる気がします。ありがとうございます。今日教えていただいた話できっと、あなるほどとか、うちの子のなんかイライラムカムカってすることとか、そういう意味があったんだって思える方もたくさんいらっしゃったと思うので、すごい勉強になる、参考になるお話、そして子育てが楽になるきっかけをありがとうございました。本当にね、子育ていかにして楽にしていくかっていうのは私は大事だと思っているので、そして、岡山さんの、岡山先生の書籍、こちらの書籍ですね、先日発売になっていて、5歳までの魔法のお仕事という書籍、発売になっておりますので、よかったら皆さん手に取って読んでいただければなと思います。各書店さんと、Amazon とか楽天とかそういうところでも発売されていますので、ぜひ、読んでみてください。
はい、ということで本日は岡山先生、貴重なお話聞かせていただきましてありがとうございました。こちらのチャンネルではですね、このような形でゲストも時々お呼びしながら、子育てに役立つ情報とか寝かしつけが楽になる情報を出しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。岡山先生ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ、寝かしつけ。